出雲北陵中学校と高校を訪れたのは、島根スサノオマジックの谷口大地選手と、今シーズン新たに加入した晴山ケビン選手です。教室にはバスケットボール部員およそ30人が参加し、攻撃の練習ではパス回しの連携やコミュニケーションの重要性について直接指導を受けました。しっかりとボールを持っていましたも、自分がどこにいたら自分のマークが引き付けられるかということでしっかり。また試合形式の練習では、谷口選手と晴山選手がそれぞれのチームのコーチを務め、熱の入った指導を行いました。俺も選手も今月引退やな、俺のコーチやると思う。誰も止めてくれないですね。俺選手いてくださいみたいな。ちょっと練習は2時間にわたって行われ、部員たちは終始楽しそうに汗を流していました。2人ともすごく優しくて明るくて、練習中にも何度か声をかけてもらったり、プロバスケットボール選手に教えてもらうことがないので、すごく貴重な経験になりました。ここで学んだことを生かして、もっともっと練習して、すごいスリーポイントを決める谷口選手や晴山ケビン選手のような選手になりたいです。子どもたちフレッシュなので、勢いがあってすごい楽しませてもらった半分、伝えなきゃいけないところをしっかり伝えきれたかなと思うので、僕たちにもいい刺激になりました。島根スサノオマジックの新シーズン開幕戦は10月7日にホームの松江市総合体育館で行われます。